ビエルスコビアワの一アルトゥルシュナーベル近郊、クンツェンドルフ・カウンドーフから1951年8月15日、スイス・アクセンシュタインはアクセンスタインは、オーストリア・アメリカのユダヤ系、ピアノ奏者、作曲家。オーストリア領ガリジアのクンツェンドルフに、東欧系ユダヤ人の家庭に生まれる。ここは、ヨハネ・パウロ二世の家系ともゆかりのある町である。モラビアのリプニー・クリープニックではない。 幼い頃から天才少年として学祭を発揮し、ウィーン音楽院にて幾人かのピアノ教師に学んだ後、モーツァルトのピアノ競奏曲第20番のソリストとしてデビュー。デビュー後に改めて名ピアノ教師として名高いレシェティツキに指示し、一時女子も務めた。また、ブラームスからは将来最も恐るべき天才と絶賛された。しかし、 ウィーンの雰囲気に今一つ馴染めなかったか、後にベルリンに引っ越しをしている。ベルリンでは、後の夫人であるアルト歌手のテレーゼベーヤと出会い、彼女の伴奏ピアニストとして活躍することとなる。1912年頃から、バイオリニストのカール・フレッシュなどと室内楽活動を行うようになり、室内楽のピアニストとして評価を高めていく。また、 1921年にはアメリカにデビューし、その頃からベルリンで教授に就任したり、フルトベングラーらと共演を重ねる。1927年には、ベートーベンのピアノ・ソナタの全曲演奏を7夜に渡って開催し、ベートーベン匹としての名声を確立する。1932年から1937年にかけて世界で初めてのベートーェンのピアノ・ソナタ全集と、 ピアノ競争曲全集をレコーディング。また、ベートーベンのピアノ・ソナタの解釈を詳細に記載した楽譜編集でも有名で、シュナーベル版として世界中で愛用されている。1933年からはユダヤ系であるためなちの台頭により、スイスに移住。さらに1938年からはアメリカに本拠を移し、1944年にはアメリカの市民権を取得した。 1946年3月3日、カーネギーホールでのロジンスキー式のニューヨークフィルハーモニック演奏会で、モーツァルトのピアノ競争曲第23番を演奏中、第3楽章の途中で曲を忘れてしまい、演奏をやり直した。こういったアクシデントにもひるまず、第二次世界大戦後もアメリカとヨーロッパで演奏活動とレコーディング活動を続けたが、 1951年8月15日に亡くなった。シュナーベルは技巧よりも表現を重視した演奏を行ったが、大げさな表現を良しとせず客観的な表現に特に重きを置いた。シュナーベルのベートーベン解釈は内面的な精神と外面の造形を絶妙に両立させたものと言われ、後の世代のベートーベン弾きであるバックハウスやケンプラとの解釈とは一線を隠す解釈を 繰り広げた。渡辺純正の見方では、彼は19世紀から20世紀初めに見られたアルベッチョの多様は排斥したが、随所に見られるテンポの変化などは19世紀の演奏スタイルの流れを組むものであり、特にベートーベンの演奏に関しては編纂した楽譜との比較もできることから、19世紀の演奏解釈に迫る非常に重要な資料である。シュナーベルのレパートリーは狭く、 ベートーベン以外では、モーツァルトやシューベルト、ブラームスなどをレパートリーとしていた。ベートーベンに対して使った解釈を他にも当てはめていたが、シューベルトに関しては、少々濃い味付けをした解釈をしていたようである。また、当時は、マイナーな存在であった、シューベルトのピアノ・ソナタを広く知らしめたのも、シュナーベルであった。なお、若い頃はもう少し幅広いレパートリーを誇っていた。 生涯の功で記したように、シュナーベルは世界最初のベートーベンピアのソナタ全集録音の完成者であるが、これはウォルターレック・コアンの教会レコードという手法によるものである。教会レコードとは様々な作曲家のメジャーな曲からマイナーな曲までを幅広くレコード化する目的で、その企画実現に必要な費用を予約金で賄うもので第一弾として、 エレナゲルハルトによるボルフ協会が1931年に企画され、これが成功すれば第2弾としてベートーベンピアノソナタ全集レコード制作の企画を立ち上げても良いとレッグは HMV から示唆されていた。第1回、ボルフ協会が日本からの111組という大量予約で奇跡的に成立発売にこぎつけたため、ベートーベンピアノソナタ協会の企画が始まった。 なお、この企画が、シュナーベルの事実上のファーストレコーディングになるが、これより、先の1905年頃、ピアノロールに録音を残している。ベートーベンピアノソナタ協会は、日本からの予約が2000組になるなど大盛況となり、以後フリッツ・クライスラーによる、ベートーベン・バイオリン・ソナタ協会、エトヴィン・フィッシャーとパブロ・カザルスによる、バッハ協会など、 教会レコードものが続々生まれてくることとなった。シュナーベルのベートーベンピアノソナタ全集をはじめとする、主だったレコードは現在、ナクソスなどから復刻されている。シュナーベルは演奏活動の合間を縫って、作曲活動も行っている。ピアニストとしてはブラームスよりも、新しい作品はほとんど演奏しなかったにもかかわらず、作曲家としては、 当時の最先端の技法である無調の作品を残している。公共曲第2番は60分近い演奏時間を持つ大曲である。長男はカール・ウルリヒシュナーベルであり、米国マンハッタン音楽院のピアノ歌教授を長く務めた。父の健在児は二人でデュオを結成し、シューベルトの連弾曲を披露したこともある。教え子にはクリフォード・カーゾン、リリー・クラウス、 レオン・フライシャー、ディカ・ニューリン、映画、戦場のピアニストで、名高いウアディスワフ・シュピルマンらがいる。フライシャーは9歳から10年間シュナーベルに指示してきた。フライシャーが言うには、シュナーベルの指導方法には特に定められたメソッドは、なく、また同じ曲を2日連続で練習させなかったという。また、シュナーベルは、フライシャーが、 女性に興味を持ち出して練習に身が入らなくなったのをカンし、もう自分の足で歩いて行けと卒業させている。シュナーベルのレパートリーに関してもフライシャーは何かしらに影響されて偏見を持っていたのではと回想している。ありがとうございます。